皆さんどうもピーマンドです。今回のランク戦動画はブロンズランク5昇格目指してやっていくけれども、ここから難易度が上がるね。これまではねこの5戦のうち負け越していても上に上がれてたんだよ。ただここからは最低3勝を上げないと上がれないシステムになってる。今回の場合は勝ち点1000ポイントが必要だから最低3勝1敗だね。そしたら上に行けるが、ただそれができなければ3勝を上げられなければあかんので、まあでも言うてもブロンズランクの戦いです、こんなブロンズランクのうちはやっぱり一度たりともその昇格をミスりたくない、ミスらないまんま行きたいので、今回もこの純正の巨人戦士たちを使用してですね、やっていこうと思いますが、ちょっと一部オーダー変えていくわ。やっぱサード岡本でええな。でレフトに陽大館、これまで DH 起用だったんだけど、レフトにして、で DH に誰使おうかな。山下とかちょっと思い切って使おうかな。代打でくらいしかここまで使ってなかったけど、やっぱスタメンで使うともしかしたらね打ちやすかったりするかもしれない。これもうこのゲームはフィーリングですからね。能力ではなくてフィーリング、合うか合わないか、代打だと合うか合わないかがわからないから、だから思い切ってスタメンで、まあつっても下位打線だね。岡本に関してはもう4番起用で、ほんで山下を打順8番、それ以外の変更はないです。1番坂本とか丸使った方がより攻撃力増しそうな感じするんだけど、ひとまずは今のところ吉川でね、これから変えることはあるかもしれません。投手に関してもこれまで使用してきてた選手たちを使っていく予定なので、まずはこのブロンズランク4の初陣ですね。大事ですよ。たった5試合しかない中この1試合目負けちゃうと、あとの4試合で3勝を上げなければダメだ。気持ちのね持ちようが全然違ってくるから、まずはこの大事な1戦目で勝って、あとの4試合で2勝上げればいいんだ、勝率5割でいいんだくらいの楽観的な気持ちを作りをしていくことですね。この1試合目相手はこれ侍ジャパンの田口かな。田口はその球も速くないし球種は多彩ですけど、一つ一つの変化球は切れてないので別に打ちづらさはないかな。普通に球速いピッチャー出されたら嫌だけど、そうでもないのでね、行こう。簡単に打って簡単に勝ってやる。相手 S ランク選手が並ぶね。でも負けへんぞ、勝つのはいつだってこっち。あれ、お願いしますって言ったんだけど返答がなかったな返してほしいよね。たまに何も返答してくれない人がいるんだけど、後でくれる場合も、あ、ありがとうございました。終わってねえよ何を終わらしてんだよ、これからだよ。何何何、もう終わった気でいるのお前みたいな雑魚は。勝ってるよと俺が、なんか見下されてんな。で、なんだよこれ、どっちの通信状態が悪いんだよ、俺か。あ、よしよし、始まった。ちょっとまずどういう入りで来るか見ていこう。いきなり通信、やっぱ球速はそこまで出てないわ。140台やな。お、これも143、ストレート系のボールで2球追い込んできたな。でこのスライダー、追い込んだら変化球かな。やっぱり通信、ああ三遊間抜けろ、ほってしてるやん、ほってさすないきなり。でもそんなね、先頭バッターから安堵感を覚えたらダメだよ。スタンプ送れる余裕があるということだね、それだけ。その余裕を変えてやる。苦しまさしてやる。ほれ、ここ、また掘ってしてるやん。掘って刺すなって。掘って刺すような打球を打っとるからでしょ。こっちとしては全然ほっとなれないわ。抜けてたらほってなるんだけどね。それこそスタンプ送ってやろうと思ったけど。刺して、こっちも。あ、これ、ツーワンか。あれ、どこストライクは、これか。時々カウント間違える。勝手にボールと決めつけるんだよね。悪い癖だ。決めつけが多いよ、俺は。はい、フォアボール。ナイス、いただき。さあ、こっから岡本や。打つで、いつものように。やるで、いつものように。ほっとさせへんで、いつものように。甘い！いけ！あー、よしよし、マーヒット。なんでほっとしてんだよ。打たれてんのに。ようわからんな、この人。5番に亀、さささささ、ここ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 、ここで1点取っておこう。1点と言わず、もっともっと竹もっとってね。いや、欲しいね。よし、これもヒットになる。またほってしてる。なんでだよ。わからへんな。よっしゃよっしゃ、ここから一気にちょっと山下のとこまでチャンス回したいね。8番起用なので、この後2人続けないとダメだけど。ああ、もう危ない危ない危ない。これもヒットになれ！よーし、超えた！まだ掘ってしてるよ。
もうこれはさ、表面上だけでしょ。うん、ちょっと壊れたかのようにほっとしてる。内心ほじゃないんだよ。熱くなってるんだろ、わかるぞ。まともな精神状態保てないんだろ、だからほってしてんだろ。自分の精神状態を保つためにもう壊れてるやん。壊れたロボットみたいな感じになっとる。どうしたんこの人。かわいそうになってきたな。でも勝ったわけじゃないからね。俺の課題は守ること。ブロンズランク撃つことはできても守ることがもうここからできなくなってる。ここのユーザー相手にも撃たれるんでね、マジで俺の配球は開かへんよ。これ100発100中で撃たれる配球してんだよな。ブロンズランクでも撃たれるような配球はあかん。安易なんだろうね。安易というか分かりやすいというか、相手のスイートゾーンに投げてるんやろね。こっちからしたら厳しいとこに行ってるように見えても。振りに来ない、やめろその見るの。耐久型一番嫌うね。もう振ってくれた方がいいわ。何にも考えずに、明日のことなんて考えずに、今だけ生きて振れや。もうやだねこの人。振ってほしい。よしよしよし、いいんだよ。そうやって振っとけばいい。またほってしてるやん。大丈夫ねえ。まともな精神状態じゃない。荒ぶってるんでしょうね。自分の荒ぶる気持ちはあのスタンプで抑えとんのや。抑えられてないけど爆発しとるけど面白いな。うん、もう荒ぶっとるからね。もうスタンプ打つのが自分の役目だと思ってるでしょこの人いいです、そのまま荒ぶったまんま、まともな精神状態じゃないまんま終わってくれ。これも主刀だったんだけどね、打ち損じてた。荒ぶってるから、はい、何も返さへんで。レスポンスないよこっちリアクション取らへんよ何回送ってくんねんこれも。もうええわそこへのツッコミ。さあ山下です。このブロンズランク5を昇格をかけた戦いの中では DH で使っていこうと思ってます。ウォー、いいね。さっきも言ったでしょ、合う合わないがあると。どうだろうね、今の見てる感じ結構合う感じがする。でこういうところでちょっと送りバントを確実に決めていこう。はい、バント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 、長打警戒してる。ワッツバントシフトちゃうんか。もう諦めてるやん。また長打警戒してる。なんやねんさっきから。バントしたら今セーフティーバントヒットになるんちゃうの。だいぶ後ろいるはずなんでね。まあ打ちに行くわ。あ、でもバントの練習も兼ねてやっとくのもいいかもしれないね。何の練習にもならへんけどね。長打警戒してる時にバントする。普通に打ちに行こう。はい、外野前に落ちるやつ、センキュー。あ、で山下帰れる。おーし、総力に関してはそこまで速くないんだけどね。まあ今ので帰れるんだ。だいぶ後ろ置いてくれたからね。もうこのイニングでどっちにしろ終わりですけど、あと1点取ったらコールドになるね。取ってあげたいな、なんとなくだけど。なんか4的シュート半端や。5の方がまだいいじゃん。ああ、ボコボコにやられたわーって感じ。感じを感じられるでしょ。4だとなんかモヤモヤが相手にも残るはずなんだよ。もっとやれたんちゃうかなと。気が狂ったようにスタンプを送ったのは失敗だったんちゃうかなと。そう決めてやりたかったのね。前へ。さすがこれはもうもらったよ。最後までメルセデスでいいですね。ちょっともう楽に行きたい。頭使いたくないんでね。これも配球を任せていくわ。うん、思考を停止させて。あ、オーマイガー。危ない危ない。これね、配球を任せるとなんかリリースポイントが急に速くなるじゃないですけど、投げづらくなることね。なんか俺の感覚、うん、普通にやるよりかね、配球を任せの方が早いんで。これ難しい。普通の感覚でやってるとドシッといくんだよね。よし、あと一つ引く力ね。アウトを奪ってもうメルセデスでいこう。他のピッチャー温存していかないと。だいぶリリーフも前回の動画で使ったんだね。おっ、まあいいか、うまく合わされたな。石川慎吾、ああこれはあれだ、なんだっけあれ、あのテレビのやつ。うん、俺も欲しかったんだけどね。俺が手に入ったのは疲労家だったんだよ。すぐあれや、ミキサーしたった今手元ないよ。これもヒットになるな。まあまだ点差あるし、うん、
最後まで廃墟を任せていくわ。なんかちょっとここはもう思考を停止させて普通にあと一つのアウトを奪いたい。あおおこちらとしては今ホッとしたね誠の方はこれでしょ。ここでこのスタンプを使うべきだと思う。危ないな本当。あの嫉妬が怖すぎる。最後廃棄を任せで、ナイスピッチ。なんだトゥシム、アイサシン、ゲームセットありがとうございました。最後までホッホしとったけどね。ホッホ星人やねようわからん人に出会ったわ。最後またホッて送ってきてなかったなんやねこの人。まあええねん、誰だろうがな。画面の先にいるようなプレイヤーに興味はない。俺が勝てばいい。まず1戦目勝った、先ほど言ったでしょ。ここで勝つことによってあとの2戦は勝率5割でもいいという安心感がある。まあでもね、スムーズに行くことが一番ですよ。だからスムーズに行けるようにやるわ。で次のゲームに関しては桜井先発で、この後のローテは今村、高橋祐希、菅野ってなるかな。 A ランクの高橋祐希なんでね、そこまでにはもっと勝利を上げておきたいな。でもしかしたら今回の動画でも前回試したあの秘密兵器、もう秘密じゃないですけどね、バラしてますけどね、あれをもしかしたら使うとこもあるかもしれない。100マイルボーラーズ、まあ、このゲームに関しては使わないわ。前の試合デラロサ使ってるんで、だいぶスキルも溜まってるからね。相手4連勝中のユーザー、こちら2連勝。さあどっちの連勝が止まってどっちの連敗が始まるんやろかね。運命の分かれ道ですよ。クロスロード、俺はこのまま行くけれど相手はどうなるか分かりませぬ。え、松井っていうのがセンターに相手いるんだけど、え、何まさか松井秀喜 S ランク持ってんの。 A ランクは俺も持ってるんだけどね、 S はないんだよな。いやちょっとどうか分かんない、正確に見てないから、まあ後で確認しよう。うわ2球で追い込んでくる。早めに抑え込んでくる人と、あとバッター側で見てくる人、耐久型、さっきも言ったけど俺が嫌うタイプはその2種類だ。大嫌い、リアルで嫌い、顔も見たくないって感じか。やだねこういう簡単に追い込んでくるのは。焦らすんだよ、とにかく焦りに弱いというかね、基本冷静になれない俺なんで、パニックになる。なんか病気なんかな。よし落ちるよな。あー上がりすぎだ、ダメか。まあ正直今捉えた感じもダメだったし、決まった球ほとんどホームラン打ったことないんだよここまで。相手の失投とかど真ん中に来た球はホームランにしたことあったんで、もっと決まった球を完璧に運びたいな。1番亀井、2番吉田、3番陽大館か。並びが怖い、えぐい。こちら桜井ね。またこれいろんな球種使ったろうやないか。まずは桜ストレートや、ただのストレートやけどな。いけ、アウトローにビシッとバシッとベストピッチ決まって。もうボールから入ると精神衛生上良くないから。次この桜カーブ、桜 D カーブ。うわーボール、わーっつ、こうなるとまずストライクを取りに行かないと。桜ストレート、ストライクのやつ、いや入れよ。どうしたんこれ、制球アバウトすぎるやろ。もうちょっと危険やけど真ん中近辺この辺行くわ。真ん中に寄りすぎず外すぎずってやつ。危ない危ない。うわこれ待って、バッターでも結構見てくるタイプちゃうのこれ。俺の嫌な苦手な人どっちもなんか特徴として持ってる。この人よく見るし追い込んでくるの早いタイプ。入れよ。おーストライクや今ボールみたいな感覚で仮面見逃しとったけどね、映像はね。ストライクですから。あーでも序盤から球数使ったし、ちょっと手の内見せすぎたな。あれだけ見せると簡単に次タイミング合わされてホームランになるってことが多々あるぞ。いろいろとばらけよう。危なっ、スプリットあかんな。落差あるスプリットだったらいいんだけどね。この落差ないスプリットとかも半速球やから相手からしたら打ちやすいんだよ。中途半端は良くないから、人生にもランク戦にも言えるけど。大きく曲がるか、もう全く曲がらないかくらいの極端なくらいでいい。桜チェンジアップをこの辺、決まれ。あーもっといい落差で落ちてたら。アンノン、
もう力で押すよね、さっきみたいに。この辺で入れよ、大前提入れよ。ちょっと投げたいとことは違うけど、見逃し三振。いいぞいいぞいいぞ、三振はいいよ。この後得点が入らなくても内容で今圧倒的に勝っとるから。まあでも得点取られて負けたらあかんからね。2者連続三振。いや、それだけ相手がじっくり見てきてるってことだよ。また俺もあれだ、2ストライクからの要所要所の球がいいとこ行ってる。でもね、毎回フルカウントになっとんので、ちょっと精神衛生上やっぱ良くない、これ疲れる。もうスリーボール、もう勘弁してくれ。なんでこんな見るんだよこの人、入らへん。これも見るよね、決まってこのカウントは見てくるね、できる男って感じ。あー外れた、オーマイガー、ランナー出した。これ4番に入るはやっぱ松井秀喜おったね、 S ランクの、うん、極みではないけど。ほわゴジラ VS 高が巨人の投手、お前抑えられんのが、相手は巨人の、いや球界のレジェンドやぞ。これもストライク投げる勇気もなければ、お前力もないから。見てくる見てくる、その見逃しが本当に不安で怖い。決まれよ。あーもうボールか、わけがわからんぞお前。もう一球なんならカーブ続けろ、続けるのはよくないけど。あかん、もうこの人ほんとボールとストライクの見極めが完璧にできてる。投げる球ねえよ、もう力で押すわ。この際ほら全然振らない、もう最後まで行ったら同じコース、ここや、ここしかないねん。おいで三振、え、なんなんやろか本当に。なんか一人、え、ここまで見てくる、俺三者連続三振、ランク戦史上初めて奪ったわ。いやでもね、ほとんど振ってないんだよねこの人、遊ばれてんのかな。なんか一人てんてこまいになっとるけど、勝手に追い込んどるけど俺自身をね。相手はもしかしたら打つ気そのものがないのかも、そうやって追い込んでくるタイプ。いやちょっと不気味さがあるな、不気味さしかねえよこの場合。あー早めに取っておかないとな、これ裏である以上は。相手がこの後得点入ったら死ぬぞ。いきなり負けたないな、2戦目にして。これ勝ったらいいんだから。まあ今でもちゃんとしたなんか意思を持ってたというか、相手も人間なんだなって感じがしたわ、今のど真ん中の見逃しで。正直なんか AI と戦ってる感じがしたの、あの見逃しとかね。なんか人じゃねえなって感じがしてたんだけど、今の投げミス人やな、血が通ってるね、ちゃんと温かみがあるって感じ。問題はここから。あーがーダメだ、早かったのミスった、今の明確な打ちミスだよ、早すぎだもん。ストレートを打ちに行こうとして早く出しすぎた。これはうまく捉えた、これだよ先やりたかったこと。え、でもアウトか、アウトかい。センター松井秀喜あんな守備能力あったっけ。打った感じ完全左中間落ちる感じだったけどね。ダメなのね、これはどうだろう。さっきは全然打ちに来なかったけど、ようやく打ちに来た。で、いきなり結果出すんかい。やっぱ不気味さが的中した。いきなりこれランナー帰ったらお前さよならだよ、早くも。ちょっと終わらしたないな。相変わらずボール球100見てくるくせにストライクは打ちに来るってこと？抑えるすべないっす。これ、ああ、よかったよかったよかった。ちょっと思考を使え、間も持て、たっぷり間を持った上にこのカーブ。いやこれボールいらへんわ、ボールがほんとずっと自分を追い込んどるから。よし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 、うん、またカーブやな、ここでストレートはいかへん。これまでの打席全部ストレート投げとったけど追い込んだら、ここは違う。
はい、決まらへん。もう中途半端な落差いらへんねん、そんな。カットや。おー、島田三振4個目。もうだから試合内容では勝ってるから、本当このまま 0-0 に持ち込んだらいいわ、こちらとしては。まあ、最後宮崎いるんでね、もうストレート見せ玉でいい。入らんでいいぞ、入らんでいいぞ。こういう時だけ入らんでいいからな。基本変化球でカウントを稼ぐ、うん、このカーブはもうこの打席中使えないね。今の使ったからもうええわ。頭越えた。もう必死に頑張ってきたのに。あっさりしすぎやろ、負けるとき。なんなん、逆方向の打球だけ完璧にな。頭越えて、もうええわ、負けたんやから。アホみたい必死に頑張ったのが。これで2戦置いての勝ち点400なので、あとの3戦を2勝でいく必要性があるんだよ。もうあと負けられないね。負けていいのは1回まで。しょうもねえな、ほんま。ずっと不気味さ抱えとったけど、最後にその不気味が爆発したよね。なんでやろか。あそこまで見てきて、高級筆談にもほどねえから。甘くないとこでも完璧に打ってくるんだからね。連勝止まったわ。もう負けは負け、切り替えよう。先は投げぞ。相手も同じくブロンズランク4やな。先に昇格するのは俺だよ。ここで負けるのは君で、昇格するのは俺だ。まあでも雰囲気は悪いわ。お願いします。なんか東京ドームでやるのめっちゃ久々。巨人使いなのに東京ドームでやることがほとんどないというね。全部相手の敵地というか、まあ、この場合はこっちが先行じゃない、後攻か。ほんとまずもうシンプルに抑えていこう。時間かけすぎやわ、俺どう考えても。シンプルシンプル。ランクが浅いうちはもうシンプルでいいんで。考えすぎて追い込みすぎていた自分を。もっとシンプルにいこう。無ないな、もうほんとこのスライダーの球。なんでこうもう打たれがちなんやろ。ファールやけど。あしあしあし。でも重くそ強振で打ってきてるって感じがする。感じがするというか事実そうやね。絶対狙ってるよね、これ。おおおおお、さっきのユーザーと違ってちょっと強引にでもボール打ってくるタイプ？いいね。そっちの方がもうシンプルにいけるし、時間もかからないからいいよ。多少もう外れても打ちに行く人の方がワイルドでかっけんだよ。そんな一球一球見る人嫌。なんかインな感じがする。量ではないよね。色で表したら黒。メガネかけてそう。にちゃにちゃしてそう。おっ、あよし、高本よく取った。さっきと違って相手の攻撃時間がすごい短いわ。さっきトータルね、10分以上あったんちゃうかな、相手の攻撃時間。今回はもう1分半、それくらいだったね。こっちも早め早めでいこう。相手もそうしきてれるのであれば、こっちも早め早めで得点取って勝つわい。もうシンプルにここで1点取ったら高校である以上はあと守れば勝てる。 A ランクのディクソンか。相手は変化量とかも落ちてるしね。でも球速の落ちはないからね、どっちしろ落ちづらいんだよな。あー、このカーブ鬱陶しい。通常の曲がりよりも下がってる分鬱陶しいかもしれない。あー、落ちろ落ちろ落ちろ。もっと後ろいて、頼むから。そんなちょうど取れる範囲にいいんじゃねえよ。これは超えないか。なんでそんな。泣きたい。これもう正面、もう吸い寄せられとんな。一戦目からずっとちょうどよく超えるとかないんだよな俺の。なんなのこの吸い寄せられ、すごく嫌だこのバキューム。あそこしか飛ばないって感じよね、雰囲気からして。あそこ以外道はありませぬって感じ。この辺のボールでも振ってくれるでしょ。ああ、5位に来た。ああ、危ねえ、坂本。いいとこいた。いい守備範囲だ。本当に価値が高いよ。選手としてもイケメンだし、守備能力もあるし、打撃能力もある。こんな坂本をようやく前年手に入れられたんで、本当によかったわ。
ぶな、完全な嫉妬やったで。スローカーブ行ってみよう。まだ手の内全部見せてないぜ。一球も投げてない球種なので、これで重くそ空振れすかぶれ。おい、よし、タイミング合ってな、合ってね。でもね、今のは今の、次はもう普通にストレート。はい、最後はシンプルフォーク、この辺から落として、ベストピッチ、終わった、終わってる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 、あー、オッケー。危ないな、ほんと互いにいいとこ打ってるんだけど落ちてない。紙一重な対決やね。どっちが先にこの紙一重からずれるかだよ。本当に落としたいとこに落とせるか。おーし、最後手間取ることなく参りました。負けを認めるのは早いけど、でもそれ通りにしてやる。もう1点取ればいいんだからね。シンプルにシンプルに。え、変える？正直ディクソンのまんまの方が嫌だよ。変えてくれるのであればいい。鈴木博士 S ランクだね。でも球速だけって感じだしね。ディクソンと違ってあれだけ落ちる変化球はない。これを打てばいい。はい、またもう、もうおかしいだろ、通打しとる打球。野球は収束するスポーツやけど、数字も打球もしすぎだよ。限度があるわ、お前。俺のやってるランク戦はもう1割打ったら一塁な世界だね。これだけ収束してると0割くらいがデフォルトで、1割が超一流で、2割がもうリアルな4割と同じ扱い。出るわけがないほんまに。これも、あ、これは落ちたわ。ここでシングルさ、返すぞこのランナーを。これ待って、盗塁仕掛けるわ、いけると思う。エンドランじゃないよ、盗塁だよ。アウト。相手のスローイング能力、肩能力的に亀井の盗塁能力なら決めれるやろ。わーで、アウトや。もう結局延長突入。盗塁試みてみたら、お前実中100、もう100失敗してる、うん、成功した記憶がないぞ俺らのランク戦。ここまでのランク戦、延長突入でタイブレーク。いや、積極的に来るユーザーだからこういうタイブレークになるとより恐怖が増すんだよ。わー、いきなり、あー、よかったよかったよかった、アウトや。はー、やっとした。こわ、今守備の形態は月シフトになってんのね。バントの構えをしてきたが、いや、もうこれ一つアウト取ること優先で。落ちんなよ落ちんなよ落ちんなよ。よし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 、これでツーアウト。このままゼロでいけば勝てる。いければ。何くんねん、何出すねん、秘密兵器。何がおんねん、中村拓也がおんねん。うわ、え、あ、でも A ランクか、本来の力出ないのでね。これまずスローカーブから入ってみよう。これ、あ、よし、正面、よし、狙い通り。これだからもう試合内容ではすでにもう勝ってると思うんだよね。ヒット1本出てるし、うん、だからもう勝ちは確定ですよ。あとはスコアで勝つか内容で勝つか、どっちかだよね。いや、スコアで勝ちたいわ。もう変えてきたって無駄無駄。まあでも最後までやってくれるだけありがたいよね。マナーの悪いユーザーだとここで切断を切ったりとかもあり得ると思うんですけど。あ、でもね、確実じゃないか。例えばこれ三振とか取られたらまずいわな。あとゲッツーとか打っちゃうとね、相手の方がよりポイント入るんで。だからそれだけ気をつけよう。うん、それだけ気をつけて、あとはやるようになる、なるようになる。ほら、いや、まあ、でも取られる。あい、なんなんだよ、ほんと後ろも前もおかしいだろ。もうエヴァ山下で決める。ここで回ってきたぞ、 DH の山下に。ずっと収束しとるけど、あ、初球持ってたんで今1球目打っときゃよかったな。これは、はい、抜けた、 OK、 勝負あり、ありがとうございました。最後山下で打ってたよ。ライト今取れなかったか、飛びつくとかしなかったね。落下地点に入ろうとしたけど入らないまんま打球を取らずに後ろに反らす、最悪やな。味方目線で見たらこいつ、この先は言葉を紡ぐけど今ちょっと衝動的に出そうとしてたね、アカンワードをね。まあでも勝った目線からしたらありがたいわ。これで2勝1敗だからもう次勝てばいいんですよ、この2戦のうち。次のゲームやね、
そこを勝ってブロンズランク5昇格してこの動画を締めていく。ほんでここでまた秘密兵器じゃないですけど、前回試したあの100マイルボーラーズを使おうと思うわ。先発はデラロサから始まって、その後 A ランクのビエラ、ここ最近手に入れたので、前回は C ランクでしたけどね、今回は A ランクを使用して、とはいえどスピリッツがねやっぱり対戦相手と比べたら劣ってるので、そこの心配はあるけど、まあビエイラ最後来る。この流れで前回の動画でね勝ちを目指したんですけど、勝ちきれなかった。今回はここで勝って、そして昇格して終えるわ。それが一番いいね。先発デラロサで行ってみよう。デラロサ1イニング、ビエイラ1回、0回3分の1で最後クルーンで締めるかな。まあそれは得点をこっちが取ったらの話だけどね、取れなかったら意味ないね。前回この3人で守れなかったというよりか取れなかったんですね。相手は1連勝中、ブロンズランク1始めたてじゃないか。これがランク戦2戦目でしょ。2戦目というか始めたての割にはなんかいい、結構 S ランク王の雄大持ってますけどね、タイトルホルダーの力で押してくるタイプかな。まあでも経験は浅いということを考えたらいけるはず。んなんか結構極み選手とかいない？ちらほら S ランクがいたけどね。お願いします。いやこっちからしたら相性いいね。スピードで押す力があるデラロサで、これだけ球場が広いとホームランになることはないわ。この100マイルボーラーズからしたら美味しい球場やね。まず1番柳田、かなり肩が古いけどね、これは2016とかじゃない、当初のやつじゃない、配信当初の古くからやってる人なのかな。まあどっちでもええわ、力で押して押さえる。あいえいえいえ、こうですよこうですよ、これですよ、これが100マイルボーラーズの本領や。まあでもやっぱね、急速で押すっていうのはね、やっぱあまりよろしくないから、落ち続けるっていうのはね、プッシュプッシュするのは良くないから、まあ、こういう変化球、2シームとかも投げますが、落ちたね。ちょうどよく落ちたね。あ、そう。次は落とさせないけどね、ちょうどよく。あ、やっぱこの辺ちょっと制球が本当アバウトになるのでね、そこだけがこの100マイルボーラーズの課題やね。力はあっても制球がかなりアバウトになるから、投げたいとこに行かないで、フォアボールとかで自滅ありがち。よし、決いただきマンモス。さあさあさあ、この後1点取った後はビレイラクルーンで抑えて100マイルボーラーズで勝利して昇格して終わろう。いけるぞ、お願いします。このツーシームだね、曲がりすぎでしょ。もう2シームっていう呼び方もおかしいわ、その曲がり。新変化球でしょ。おお、フォーク、今の2シームかと思ったんだけど、球の軌道的に。最後はこれ、よーし、まずランナー出た出た出た、返すぞ。なかなかここからのつながりがないけどね、絶対つなげてみせる。あ、いきなりフォークできたか、予想外やな。ちょっと盗塁、はい、完璧、ほほー。え、ちょ100マイルボーラーズ全員使ってないよ。そんなホームラン1本打たれただけでやめないでよ。嘘でしょ、これは明らかに意図的な切断だよね。待ちます待ちます、もうこのパターンやだよ。お前、俺のブロンズランク過去にもあったんだよ、こういう形で。いや、これとはまたちょっと違かったけどね。始める前になんか切断切られて終わったんだけど。これもう明らかに意図的ですよ。さっきの炎ユーザーより立ち悪いわ。あの人は諦めずとも壊れながらも最後までやり続けてくれたよ。わ、終わったわ。終わった。相手がリタイア。聞こえはいいけど逃げただけでしょ？最後まで戦った上に負けるのがいいんじゃないですか。うーわー、だから100マイルボーラーズ結局最後まで使えずだよ。終わった。この勝利が意味すること、はい、こういうことです。はい、1000ポイント到達、ブロンズランク5に昇格です。ブロンズランクではこれが最上級ですね。ちょっと時間はかかりました。もうすでにランク戦が開幕してから2週間経ってますけど、まあ僕のペースでまずはここに来ることができた。ただね、一つ物申させてくれ。あの場面で接続を切る、切断するっていうのはないよ、正直。やってほしくないんだけどね。
まあ、ああいうユーザー定期的にいますね。100人いたら、まあ、10人くらいの割合でいますよ。残念ながらね、これはね、もう、物事何にでも言えますから、働き蜂ありがいたらですね、働かない者がいる。それと同じシステムですよね。すべてがみんな人間できてるものなんていないんですよ。僕はでもこういうことはしませんよ。やっぱり対戦相手としても気持ちよくないだろうしね、こっちとしてもそうだし。だから、諦めず最後までやる。諦めるシチュエーションでもないしね、例えばもうコールドが決まったのであれば、もうええわ、やるの辛いからやめるっていうのはわかるけど、お前、始まったばかで2点取られてやめるっていうのはないですね。物申しタイムはここで終了です。まあとにかく今回の動画ではいろんなことがあって、まあ、最後はこういうことにはなりましたけど、ブロンズランク5に昇格できたので、そこを喜びましょう。そして次回はこの次のシルバーランクですね、ネクストランクに挑戦します。1100ポイントとかなり昇格ポイントが必要にはなるけれども、まあ、今回のようにね、勝利していって、そして最終的にまたシルバーランク一度もミスることなく昇格できるように頑張りたいと思いますので、今回の動画ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のランク戦動画も楽しんで見ていただけると嬉しいです。グググググバイ、またあおう。